姉ちゃん。このベンチに座っていろんな話をしてあげたんだよな。何がイケイケのちいちゃんだ、バカ野郎。移植？私の骨髄を？ああ。父さんと母さんは不適合だが、お前なら血液の HLA が香りの方と同じでドナーになれるんだ。香りのためにやってくれるな。私は。大丈夫だ。お前と香織の手術にはうちの病院でも一番信頼のおける医師にやらせる。お前の体には何のマイナス要素も残さないよ。香織の病状が急変したのはそのすぐ後だった。お姉ちゃん、退院したらお姉ちゃんとケーキ食べたいな。先生、私何でもします。血液でも心臓でも何でも好きなだけ持ってんでいい。だから、香織を生き返らせて。お願いします。お願いします。ごめんなさい。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あれからもう6年か。変だよね、それって。あ、そっか。時に今更って感じだけどね。だけど、夏美、どうして？
夏。なるほど。どうしたの？逃げないの？助けを呼ばないの？逃げるってどこに？助けも誰に言えばいいのさ。驚かないんだね、私が千里ちゃんを殺しに来たこと。じゃあ理由分かってるんだよね。あんたをそこまで追い込んだ責任の一端は感じてるよ。だから殺されることに納得はいかないけど理解はできる。だけどもし質問 OK なら、あんたは私を殺した後どうするのか、それだけは聞いておきたいね。さあ、そんな先のことはわからないよ。先って言っても、どう見積もっても10分足らず後のことじゃん。すぐのことだよ。うるさい！お前は私を裏切った。信じてたのに、友達だって信じてたのに、裏切って東堂君との仲を邪魔しようとした。そして私のことを警察に売った。許せない、許せない。どうしたの？自分の罪の重さに声も出ない？怖さに涙も出ない？でももう遅いんだから。いくら謝ったって自分の罪の重さを悔やんだとしても、私はお前を絶対に許さない。
誰が謝るか、このボケ。頭冷やして出直してきやがれ。私があんたを裏切った。その言葉そっくりそのままお返しするよ。先に裏切ったのはあんたの方だろ、夏美。ひなみざわの出身だってことを隠してこそこそうじうじしててさ、見ていて気分悪かったよ。下手な嘘つき続けて悲劇のヒロインごっこで酔ってんじゃないよ、この読書オタク。大体ね、出身がどうので差別されるなんて話、一体いつの戦争前の話だよ。悪いけど私は大災害とかが起きるまで稲見沢なんてところ全然知らなかったし、興味もなかったよ。だって私はこの町で生まれて育ったんだから。なのに私の町の自慢しただけで田舎者だってバカにしただのどうのって。自分の町を自慢してどこが悪い。バカにされたって思うのはあんたのコンプレックスだろ。悲願で言いがかりつけてんじゃないよ、このタコ。黙れ。どんなに言い訳してもお前が東堂君のことで裏切ったのは事実だ。私を違う大学に行かせて二人の間を裂こうとしたじゃないか。はあ、しっかり思い出しな。三崎台を選んだのはあんただろ。陸王台も紹介したけど今の実力じゃ現役合格は難しいからって断念したのもあんたじゃない。とぼけるな。東堂君が陸王台に行ってお前も一緒に行くって分かってたらすぐに断念したりするものか。私にそうさせるよう仕向けておいて私に責任を転嫁するな。ああ、それは偶然そうなったんだから仕方ないでしょ。陸王大はそもそも私の昔からの第一志望なんだから。私、あんたに言わなかったっけ。絶対言ったよ、私は覚えてる。で、アキラが死亡したのは偶然だし、そもそもあいつの死亡って私のずっと後に提出したのよ。むしろそれなら裏切ったのはアキラってことになるんじゃない。嘘だ。お前が東堂君をそそのかしたんだ。はあ。なお一層にバカか、あんたは。その程度で動くような男ならこの先どうやってうまくやっていく気だよ。言っとくがね、地球上の約半分は女なんだよ。どれだけあんたがアキラに目隠しして周りの女の子を遠ざけたとしてもその空いた隙間から誘惑かけるやつは山ほど出てくるさ。そんな状況になってもよそに行かないよう惚れさせておくのが彼女の最低の義務だろうが。え？このどうした、頭きたんならかかっておいで。
ほらほら、どうしたお兄さん。あんたの憎きちーちゃんはこっちだよ。あっ、なめんなよこら。こっちとら今までそれなりに場数踏んできてんだ。刃物振り回してきたって固まって動けなくなるとでも思ったか。運動音痴のあんたが逆立ちしたって力で叶うと思うなよ。大体ね、何が裏切っただ。友達じゃないだ。あんたの言う信頼ってのは自分の言うことを何でもホイホイ聞いてくれる関係で、それを叶えてくれるやつが友達か。だったらお会いに行く様だね。私は気に入らない頼みは遠慮なくお断りする正直者で、文句だって手だっていくらでも出す性分さ。それから自分の期待通りのものが返ってこなかったからって怒るのは結構だけどさ、それじゃあんたは私たちに何をしてくれたよ。どんなことでお返しをしてくれたの。言える？言えないでしょ。言いたいことも言わず自分ばっかりいい子気取っていい思いして、私たちのことは知らんぷりなんて、それで友達かよ。え？お前に、お前に私の何が分かるって言うんだ。ああ、分からないさ。分かりたくもないね。あんたの田舎じゃあうんの呼吸で思いが通じ合えるのかもしれないけどね、あいにく私は超能力者でも心理学者でもないんだ。言葉にしてくれなきゃ伝わらないし、あんたの気持ちもさっぱり分かりゃしないんだよ。そんな風に甘え根性だから、あんたはいつまで経っても田舎者で、この町じゃよそ者扱いなんだ。お前は、ありゃできんじゃん、さすが田舎育ち。まったく何の人気映画だよ。
何がおかしいのさ。やっぱりだ。やっぱりお前は嘘つきだ。こんな風に殴って投げ飛ばして痛めつけたくなるくらい私のことを嫌ってたくせに、今までよくも友達を語ってくれたな。ああそうかい、勝手に思う分は自由さ。けどそれならあんたはどうなのよ。友達だと思ってたくせによくもその相手に刃物振り回せるもんだね。友達なものか。お前なんか嫌いだ、大嫌いだ。初めて会った時からずっと嫌いだった。また矛盾したことを言いやがって。そんなに嫌いならなんで最初話に乗ってきた。私を拒んだりしなかった。あんたもともと一人が大好きだったんだろ。最初から嫌がってりゃ望み通りにしてやったのに、なんでさ。黙れ。これで分かったでしょ夏美。私も大概だけどあんたも十分嘘つきさ。自分を偽って勝手に事実をでっち上げて、ほんと頭にくるくらい昔の私にそっくりだよ。嘘だ嘘だ。何もかも恵まれてるお前と私のどこが似ているって言うんだ。恵まれてるだなら聞くがね。あんたは本当の絶望ってやつを味わったことがあるか。どんなに言い訳してもやり直せない。元に戻らない。それを後悔して何もかもが嫌になって、それでも終わりにできない辛さをあんたは知ってるのか。いいじゃない、綺麗事だって。いつか死ぬ直前になって自分の記憶の中を真っ黒に塗りつぶしたくなるような思いをするくらいならずっとそっちの方がマシよ。やってみたこともやってみようとも思わなかったあなたにそんなこと言わせない、言われたくない。私が味わった地獄まで否定するな。どう？知らないでしょ。知ってるわけがない。だってあんたは失敗を隠そうとしてさらに失敗を重ねてごまかしてきただけなんだから。今回のように。それで借金に借金を重ねて払いきれなくなったから自己破産か。全ての負債をぶっ壊してチャラにする気か。これで分かったでしょ。つまりあんたの狂気ってのはただの責任転嫁の産物なんだよ。さすがにクラクラするな。殺してやる。お前は、お前だけは絶対、絶対
殺したきゃ殺せ。それで終わりにするならね。本当なら数日前に私はあんたに殺されてたんだ。それが一日二日伸びたからってどうってことないさ。このだけどあんた私を殺してその後どうするっての。気に入らない奴はみんな殺して自分の世界から追い出して、どこまで行ったらあんたの気は済むのさ。あんたの理想の幸せってのは真っ暗な何にもない世界でたった一人でいることか。何かお困りかね、転校生さん。え？や、こんにちは。今日もいい天気だね。面白いね、あなた。え？あ、改めて、はじめまして。私は牧村たま子、このクラスの学級委員長をやっています。よろしくね、君吉さん。私は佐伯千里。よろしくね。私もね、あなたと同じように絶望して、何もかも信じられなくなったことがある。たった一人で悩んで、苦しんで、どうして私だけがこんな目にって、世の中すべてを恨んだりもしたわ。でも、でもね、何も信じられないのって、本当に辛いことなの。
疑えば疑うほど周りの人は私のことを信じてくれなくて、どんどん離れていく。みんな。だからずっと自分が一人ぼっちで、寂しくて、怖くて、悲しくて。夏美さん、あなたは耐えられるの？私には耐えられなかった。私は夏美の気持ちは私にもわかる。でもだったらなんでそこまで幸せになりたいならあんたは自分で努力しないの？頑張らないの？あんたにはそれができる力があるのに。私が望んでも手に入らないいいところいっぱい数えきれないほどあるのに、どうして？私だって私だってずっと努力してきた。いろんなこと我慢して、おかしな人間だって、ひなみ様の犯罪者だって思われたくないから、みんなに合わせて従って。だけどみんな分かってくれなかった。私にどんどんいろんなこと勝手にわけのわからない決めつけをかけて追い込んできて、辛かったのに。本当に私辛かったのに。辰巳、
な、助けてくれなかった。私、何度も助けてほしいってお願いしたのに、みんなと同じになりたかったのに。ひなみさんのこと、家族のこと、どうすればいいかわかんなくなって。だから私、こうするしかいい方法が思いつかなかった。あんた、バカか！辛かったんなら、やめちまえばよかったんでしょ！一人で考えるくらいなら吐き出せばよかったんじゃない。何のための友達よ、何のために私たちがいるんだよ。それは努力なんかじゃない。勝手に諦めてそこで立ち止まっただけじゃないの。夏美、努力ってのは我慢じゃないんだよ。頑張るってのは気持ちを曲げることじゃないんだよ。自分の思いを相手に分かってもらえるまで説得して理解してもらって、ちゃんと実現させることが努力だって言うんだよ。夏美、来ないで。私さ、あんたにずっと悪いことしたって思ってた。あんたのこと、ちゃんと理解して、力を貸してあげられなくて。でもさ、夏美、それはお互い様だよ。あんたも、私たちのこと、全然わかってくれてなかった。力を貸してって、頼ってくれなかった。だから私、もう、あんたに謝らない。だけど、その代わりさ、私これからはあんたにちゃんと向き合うよ。そしてちゃんと夏美の話を聞く。その代わり夏美も私の話を聞いて。お願い。
もう一度、一緒に頑張ろうよ。もう私は、絶対、間違えない。あんたと、ずっと友達で、あんたのこと、いつまでも、どこまでも、信じ続ける。だから、私のことも、信じてほしい。ダメかな。殺してしまった。母さん、お父さん、おばあちゃん、三人になんて謝って償えばいいのか分かんないし、それに言ったんだ。私が私じゃなくなってきて、頭の中もうむちゃくちゃだもん。みんなを嫌って憎んで殺したいって気持ち、もう抑えられない。疲れちゃったの、私。もう なら私も付き合うよ。私、あんたと一緒に地獄まで付き合ってあげる。え？きっと、友達ってのは、こうやって気持ちをぶつけ合えて、やっと本物なんだよ。殴り合いなんて本当は良くないんだろうけどさ。今なら私、心の底から、夏美のことを友達だって、胸張って言えるよ。千里ちゃん。一人じゃ寂しいんでしょ。なら、いいじゃん。もう、あんた一人で背負う必要なんて、ない。一緒に落ちてあげるよ。さっきも言ったけど、本当なら、数日前に亡くした命なんだからさ。私。